はい、皆様どうも、マフロです。それではダークソウル3やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回覇王と、足の長いミミックをやっつけましたね。はい、そしてここ取ってなかったんで取ります。なんだろう、隠密があるぞ。隠しがあるってことだよな。隠しじゃないのか。違うか。まあ先進んでみましょうか。ここかな。違う、隠密。進んでみましょう。覇王の先も進めるようになってるもんな。おお、やばそうなところだなこりゃ。何の音？おお、なんだよ。何？何が降ってきた？おお、槍？これまだ進めない感じ、ほっとして。マジか。ちょっと待って待って、どっから槍降ってきてんのこれ。びっくりした。それともあの槍をす、あ、いた。そんな上から降ってきたでかい槍食らって、そんなんで済まないだろダメージ普通は。うん、避けながら行くべきなのか。どっから来るか分かんない。ああ、一応は見えてるね。あ、もうむっちゃ飛んでくるやんこれ。あいつか。ここなら大丈夫か。壊せないんかな。なんか変な機械か。三連装、三発耐えたらちょっとディキャストに時間かかるってこと。その距離はやばい。避けていけってことだろうなこれな。おお、そしてなんだありゃ。どうすんのこれ。まさか槍を誘導させてこいつを倒せってことか。おびき寄せて槍で刺してもらうのかな。そんな感じだよな。痛い痛い。なんかビリビリしてるし、ビリ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 してる、ビリビリ。どうすんの。
やりプラスビリビリって。近れないな。こいつの影隠れたら。じゃね。よし、刺され。刺され。刺さってるよね。なんか何か分かんないけど。あ、逃げた。ちょっと逃げられたら槍刺さんないじゃないか。逃げんなや。あー、うち。そんな攻撃ありか。どうすんのこれ。とりあえず抜けれたけど、もうエストビンないわ。死ぬ死ぬ死ぬ。そしてここなんかボスっぽいぞ。倒せないのかあれ。あ、この先かがり火あんの。いやでも明らかにボスっぽいけど。かがり火なんかなさそうだけど。ほらボスやん。ちょっと帰らせて。エストビンも何もないんだよ。騙された。ボス多いな。どうすんのあれ。とりあえずワームみたいなの倒したいな。とりあえずボス倒すか。走り抜けて抜けれないな。当たんないやん。ダメだわ。これは避けるしかねえ。これなんだ。遠距離さ。これ倒せんの？でも。お。あいつ後ろは見えてないっぽいけどね。あ、ここまで飛んでくる。え、この角度で飛んでくるの。なんか別のとこから飛んできてるかな。あの角度で飛んでくるわけがない。飛んできてるね。おかしいだろ。なんで飛んでくんの。あ、入らなくてもよかったっぽいね。いやー、この日は痛い。すぐ消えないから痛いな。
熱い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 わー。あー、ダメだ、足元戦法はダメだな、こいつは。足元でもやられる。とりあえずデーモンやっつけなきゃ。あそこにもなんかあるな。よし、逃げろ逃げろ。あいだ、くそー、避けろ避けろあいつやっつけたいわ、ほんまに。あー、ちょっと待てっつーのー。あっちから飛んでくるわけないんだけどな、角度的にな。回り込むかな。あ、ダメだ、火が熱い。熱い。何このメテオホールは まあでも炎だから耐性高めればちょっとダメージ抑えれるかな。油汗使おうか、気分的になんか嫌なんだけどな汗だくになってここでこいつ倒したいよな。でもな、倒したらこんなビクビクしなくていいのに。よし、3本いった。吐くな吐くな吐くな。よし、まだ。よし、ノーダメージと思ったら飛んでくるんだよな、ここ。危ない。あいてくそー。あ、油汗、これ違うな、非耐性じゃないな。いやー、間違えた。それでこれもしかしたら氷の剣ならあいつにダメージいっぱい与えれるかも。よし、行くぜ。今度こそ
ダメージは少ないかな。尻尾がいいね。あっと思ってたら尻尾の攻撃が熱かった。魔法変えよう。これじゃない、こっちだ。炎カット率を高める、激しい発汗の方だ。油汗じゃなかった。これダメだな。普通の剣の方が良かった。先にあっち止めれないかな。弓矢も鬱陶しいよな。やめれ。よし行くぜ。魔法カット率アップ。若干減ったか。あー直接攻撃が痛かった。でも強えなこいつ。よしちょっと気分を変えてウォールニールの方、どっちにしろ失っちゃったからこっち一回行ってみよう。もしかしたらあのね、弓矢を止める手段がこっちにあるかもしれない。なさそうね。おお、なんか幻想的な。このゲームになんか似合わないような感じになっちゃった。あ、こんなところにも、え、近くね。こんなに近くにあるんだったらあのデーモンの近くに作ってくるよな。重たのものは、ああ行き止まりっぽいかな。こっちはなんか来た。ああ、恐竜。おお、こっちも強そうなのが来たよ。ゾンビ喧嘩。アウチ、こっちのも強えな。お前この景色には似合わねえぞ。
どうせなら氷の化け物とかにしましょうよ。ここから落ちた人がいるのね。弓矢撃ってるな。弓矢撃ちながら死んだの。あ、こっち行ける？絶景の俯瞰。ああ、そういうことね。確かに絶景でした。結局こいつ倒さなきゃいけないのかな。から来たの。ああ、いきなり現れたんだ。一回食らったらあれだな、もう回復しないと厳しいな。うわー、何何何何、危ねえ、あれは危ねえよ。あ、壊れた。マジで食ってくんの？見てないよ、それ。回復するくれ、あれもくれないな、隙も。あー、うち半分くらいは減らしたけど、まあこっちは勝てなくはなさそう。足元に転がり来れば、来ればってなんだ、込めば。下手に離れようとするとダメだね、あいつは。足元で切りまくった方が倒せそうな、ゴリ押しでいけそうな気がする。もう失うソウルはないのだ、わしには。思い切っていけるぜ。そんなあっさりと横に逃げたつもりだったのに。危ない。この腹がね、刺さるんだよな。やばい、離れるとやばい。ああ、離れるとやばい。よし、右目手に入れた。なんだろう。ああ、攻撃が連続するほど攻撃力が高まる。何がいいんだろうな。最大ヒットポイントも右目どうなんだ、強いのかな。まあ先に進んでみよう。毎回出てきたら嫌だけどね、あいつ。出ないでしょ。いや、出ないでください。あ、進めないっぽい。あ、あれ？人形なんか持ってたっけ、俺。持ってるらしいね。あ、こんなとこにもかがり火が。近くにありすぎじゃね？闇霊の時間だ。いや、今までの敵も十分強いよ。これ以上まだまだ強くなるの？強さ的にはあの騎士ぐらいがちょうどいいんだ。ちょうどよくはない、あいつは強いから。あれぐらいの難易度だな、まだね。なんとかなるけど。
絶望的なのはちょっとやめてほしいな。って言っても来るんだろうな、絶望的な時期は。じゃないとこのゲームが難しいなんて言われてるわけがない。でもなんかレビューとか見てるとあれですよね、今までのシリーズよりはちょっと難易度落ちてるっぽいことが書いてあったような。なんだお前は。何の叫び声。開かないね。全然こっちは違う感じだから、あそこの弓矢はまた別の話なんだろうな。止めれないかもしれないね。なんか吐いた。アウチ。痛い痛い。ああコール。おお強いなこいつ。連続攻撃はやばいな。そして凍りそうな感じ。あまり食らうと。とりあえずソウルは返してもらおうか。また来たー。増えた。やばいやばい。2機はやばい。完全に避ければ大丈夫か。ザコも強い予感。こっから先いつも思うんだけど、なんでこんな垂れ像になってんのかな。なんかありそうなのに。ダメか。おーやばそうなんがいる。1万2000も持ってんじゃん、いつの間にか。やばい、こんなで死ねねえ。なんだお前は。あんま強くなかった。あいつ、あんな、こんなやつでも、でもあれなんだろうな、連続大きく食らうと一発で死ぬんだろうな。やばいなあいつ。2位のところに炎を起こせるのか。周りの雑魚もやばいなあ。とりあえず雑魚を引き寄せて。待てー、くそー、コンビネーションがやべえ、こいつらの。30分になっちゃった。取り返し終わろうかね。
さっさと取り返して逃げてこよう。と思ったけど、こいつらは倒さないとうざいな。はい、死亡。焦りすぎた。俺のソウルが。最悪なオチですな。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。